松田正幸11月2日から1976年5月2日は、日本の定身、卓務官僚、政治家、南洋町長官、貴族院男爵議員、旧名、佐田之助、東京府出身、有馬来一万の三男として生まれ、松田正久の養子となる。養父の死去により、1915年9月1日、男爵を就職、学習院を経て、 1916年7月、京都帝国大学法科大学政治学科を卒業。1917年3月、提出博物館属となり、1920年6月まで在任。1920年10月、高等試験行政科試験に合格し、同年11月、停心局所期検定心属となる。以後、同事務官。 地方会員審判所審判官検定審局事務官、検定審証事務官などを歴任。1923年4月、拓務事務局書記官兼内閣書記官に転じた。その後、内閣卓職局書記官、拓務書記官、管理局第一課長を務め、1931年11月に辞職。 1932年2月、南洋町長官に就任。1933年8月、朝鮮総督府専売局長に転じた。1934年11月、伊岸面本官となり退官した。1934年12月8日、貴族院議員補欠選挙に当選し、貴族院男爵議員に就任し、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。この間、小磯内閣外務政務次官などを務めた。その他、昭和工業監査役、水産科学工業監査役、アマゾニア産業監査役、南洋アルミニウム会長などを務めた。ありがとうございます。